信、うん、配信してんのか、してるか、パート2ということで、だんだん空が明るくなってきましたね。こんな感じです。猿島が見えますね。10グラムのメタルジェグでやってたんですけど、ちょっと今12グラムのやつでやってみます。釣り人の数も増えてきましたね。どうも、はい、隼人くんに漢字ちょっとバカだからちょっと漢字読めなくて、隼人くんで、おはようございます、よろしくお願いします。読み方隼人でいいんですよね。そうだ、そうだね、ハヤト君でいいだね、ハヤト君で。今ちょっと今度は足元に小型のジグを落としてちょっとやってみます。そうですね、一人で来ました。いつも一人で来てます。
踊り場はないんですよね。すいません、あんまり周りに釣り人がちょこちょこ増えてきて、ついてきたんで、なんか一人でびしゃびしゃ喋ってると変な人に思われちゃうんで、こそこそと話をします。撮影に集中するために、これあとさらしも映るんだよな。こんな感じです。こういうアングルだと今度は自分の顔が映るのかな。ちょっと仕掛けを変えます。
五にしよう。ジグの服を指に刺さっちゃいました。少し。よいしょ。入って。よいしょ。ぐだぐだな放送だな。今度ね、ジグサ引きに変更です。ジグサ引き、ジグは 30g かな。ここでやってみたいと思います。こうするとな、今度自分の上半身が持つんだ、こっちに。こうやってやっちゃうと今度は何が何だか分かんなくなっちゃうんだよ。これだけじゃ最初に映したいんだよな。よいしょ。じゃあジグザビキでチャレンジしてみたいと思います。
さっき投げた下に落として攻めています。とりあえずここで配信終了ということで、いやまた配信するかもしれないですけど、ちょっと分かんないですけど、じゃあ配信終了します。